ボートレース戸田の SG 第59回ボートレースクラシックは18日、予選最終日の4日目が行われたが、強風が吹き荒れ、6R 終了後に競技され、7R 以降の中止が決まった。6R 終了時の得点率上位18人が5日目の準優勝戦に進むことになった。4日目は 8R に出走予定だった末永和也。 25イコールサガ124期イコールは自身のレースが中止になったがギリギリの18位で初めて SG の準優勝戦進出が決まった朝試運転から風が強かったけど昼はもっとひどくなりましたねとても乗れる状態では走れなかったけど準優に乗れてよかったですと喜んだ 悪条件の中でも、エンジンはずっと動いてくれているし、いい状態。今節、一回も悪くなってない、と気力には確信を持っている。準優勝戦は 12R6 号艇で、公言していた通り、明日、5日目、は SG カッパを着て走ります。と、憧れだった勝負服を着用し、気合十分で初の SG 準優勝戦に挑む。